まりました巷のネットモンスターニキとネキ MC の土佐兄弟です。お願いします。私は兄のタクヤと申しまして。弟のユウキです。よろしくお願いします。さあ、この番組は巷にいるちょっぴり個性的な男女ニキとネキをショートドラマで、ゲストや視聴者の方のさまざまな体験談をもとにした誰もが共感できるあるあるトークバラエティでございます。はい、いろんなニキって言うと思いますけど、ニキはさ、どう、俺のことニキって言うのお兄ちゃんの普段しないと俺のことニキって言ってんだね。なんでこれ渡辺の事務所でやってるんですか。始まったばかりの番組ですから、うん、もう限りなくやっぱ低予算で行きたいよ。何してもじゃない。だからこの番組がね、こういつかやっぱりこうなんかいろんな人見てもらって、こう割と予算が増えたら、もしかしたらこうさ、あ、どんどん変わっていくかもね。ちょっとドカーンっていう場所で、あるかもしれません。場所変わっていくんだ。そう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 。だから初回ですから、はい、頑張っていきましょう。頑張っていこう。楽しみね、楽しい放送したいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そして今日はたくさんのゲストの方々に。いっぱいあります。では一人ずつ自己紹介をじゃあこちらから来ていただきましょう。お願いします。はい、TikTok とか YouTube で主に活動してます。かみきです。お願いします。お願いします。さあ、続きまして。はい、ボクシング大好き160万人 TikTok のフォロワーがいるポコライブです。お願いします。はい、インフルエンサー兼タレントの夢咲桃奈です。よろしくお願いします。みんな同じ事務所なんですよ。そうなんですよね。はい、見えますこの中だってなんかジンジンが一番先輩。どういうみんななんですか、ジンジン。やっぱり男の子も結構こう可愛い顔して意外にカーってこう肉食って。紹介の時はあの男の子もとかって言わないです。そういう紹介をしてほしいですね。はじめましてで、ちょっと逆に情報を教えていただきたい。はじめまして。そうなんですよ。なので先輩から浮かせるなんか場所というか状況を備えてて、逆にごめんなさい。さあ、さらにですね、第1回目ということで、なんとこの方々にも来ていただいております。登場していただきましょう。どうぞ。イエーイ。先生、うちらが日本で初めての YouTuber だよ。違うんですよ。1年目から仲良しです。半年違いでね、ずっと仲良しです。10年近く。10年、仲いいですからね。その割には喋ることない。とガンガンエピソード差し込んでいかないと。ご飯とかも食べたり。ご飯は食べるよ、みんな。休憩中喋ったりとか。あーじゃない、みんなおかしい。みんなおかしい。付き合いはね、長いで、そのギャル2人と、はい、まあ、我々の後輩みたいなんですけれども、うん、だから4年ぐらい下になったのかな。え、誰の？俺、僕らの。あ、6。あ、嘘、3。3か、3か。どうですか、でも若いみんなの人もパーティーちゃんの DM めっちゃ、うん、結構やります。ね、嬉しい、全然違う。嬉しい。嬉しい。嬉しい。ということで、こちらのメンバーでこうお送りしたいと思います。許可なく絡む。誰か間に挟む。ね、で、この本持ってるやつが黙んなよ。ちょっとなんか、やれよ、お前が。見ててちょっとなんか、お前が停止しろよ。楽しそうだなと思って。これ、本当にこんな番組
味あんの？あるキャスティングした人はベロベロで考えましたよ。YouTube なんでね、まあ、まずはちょっとみんなで楽しくやろうということで、ね、やりましょうよね。はい、はい、さあそれではですね、まあ、早速じゃあ一つ目のエピソードを見てみましょう。はい、ご覧ください、どうぞ。わー、初めてのマッチングアプリ、どんな人がいるんだろう、楽しみだなあ。この人いいかも。プロフィール欄は、趣味はアニメとキャンプ。いいねー、話し合いそう。今度ご飯行きませんか。サキピースさんですか。カネキンさんですか。あ、そうそうそうです。プロフィールと全然違うんだけど。めっちゃ可愛い。音が何に似てて草。そのまま可愛い人いるね。なんかメッセと話した感じ、雰囲気違いません？まあ、とりあえず行きましょうか。確かに。正直な喋りや。少し歩きますか。いや。プロフィールとリアル違いすぎ。なるほどね。プロフィールとリアルで会った時は全然違うと。まあ、SNS での出会いのあるあるエピソードということでしたけれども、これは金木くんが実際ね、こう演じましたけれどもね、こう演じてみていかがでしたか。いや、僕も結構やっぱ SNS がうるさい、うん、さっき言ったんですけど、してるのと、こっち、まあ、詐欺みたいなもんなんで、ちょっとね、あの、心に来ますけど。そんなことない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。かっこいいから、大丈夫よ。やっぱあんのかね、こういうの。よくあることなのかもしれない。友達とかは、本当に全然違う人が来たとか。あ、そういうのあるんだ。あるんだ。女性から見て、その男性のプロフィール写真っていうのはもう一番こう大事なところだったり。大切すぎる。じゃあ、ここは大体わかるじゃないですか。その人の趣味とか、っていうのをちゃんと見て、うん、実際あります。インスタのストーリーの載せ方とか、そうそうそう、載せ方、おい、私、本当にこだわりがあって、フィルターをかけてほしくないんですよ、変な。うわ、変なのってどんなの？インスタのフィルターとかで、なんかそういういろんな色が濃い、色が濃いものとか、色が濃いものとか、たまに癖強い、何でしたっけ、なんかすごい、紫色っぽい、そう、紫色っぽいやつとか、茶色っぽい。色不自由あんの？そう、無理。いや、なんでこのストーリー、そう、スワイプみたいな。無加工だったら OK ってこと？無加工とか、もう文字の配置まで全部こだわってほしい。無理。でも、無加工で、真剣に撮ってるストーリーを載せる男の気持ちは確かに。別人なあ、何も言えない。お前のストーリー見てこれ誰だっけ。でプロフィール飛んだら、ああ、キョンチめちゃくちゃあるもんね。なんか女に言われたらマジどうしていいか分かんない。そりゃそうでしょって感じ、この時代。あれなんかさ、マッチングアプリのやつやってなかった企画。やりましたね。なんかその彼氏ができるかどうかみたいな。そう、 YouTube の企画でやって、まあでも、まあ、その場では全然なかったけど、うん、その後インスタを貼ってて、インスタの方に DM もらって、二人会いました。お前、会ってんの？知らない。言えや。知らなかったんだ。知らねえよ。会ってんの？二人会ってる。お前さ、こっそりエロすぎるだろ。どうだった？その自分 の、 その理想通りのプロフィールの人が来た。あ、でも一人は、結構そのインスタ見て、うん、マッチングアプリの方はすぐ消しちゃったから、写真とかも誰が誰だか分かんないけど、インスタで DM もらって、飛んで鍵垢じゃなかったから投稿とか見て、なんか服装とか顔もちょっとタイプっぽいと思って言ったら、結構まんま。あ、最高。二人とも当たり。もう一人の方は結構、なんていうんだ、ドタイプなんだけど、すごく若い子で、まあ加工かけてるだろうなとは思いつつ行ったら結構別人だったね。いやいやいや、ちょっと俺さ、こっそりファン行ってんの聞いて話してみて。話してみて。確かに。
かに、ぼんやり楽屋で、なんかファンとかさ、どう行くのどう思うみたいな、ふわっと言って、別にいいんじゃないって言ったけど、その行動に伝えるとなんか違うんだよ。あ、でもどっちもいただいてないよ。いただくっていただくじゃない夢だよ。レキ違ったら言える？でも。無理無理。無理よね。え、もう一生は。あでもさ、その後ご飯とか行かなきゃいけないね、その時間がね、やばいよ、もやもやする、もやもやするよね、うん、やってる人ってどれくらい、僕やったことある、やったことある、どういうプロフィールを設定してる相手だったら安心というか、うん、あ、信子結構やってるの、うん、え、でもうち目的が違ったから、もうペロンチョ前提だやめろ JK JK、もういいですか、ご飯ペロンチョ、そう、バーベル、ペロンチョ、だからうちはもうプロフィールに書いてた、うん、ペロンチョ友達募集、お前壁に立ってる大人の顔見てる、1ミリも効果がない、もう呼ばれないんだろうな。恋愛絡みの、まあね、あのエピソードでしたけれども、夢咲さん、なんかこの恋愛系のなんかありますか、はいはい、すごいイケメンの男の子と一緒にご飯に行ったんですね、うん、で、どこ行くどこ行くって話してて、俺決まってるんだよねって言われて、うん、おぉ、おしゃれなレストラン予約してくれてるって思って、着いたんですよ、そしたらニンニクマシマシの関係のラーメンに、プロマシマシと思って、でもまあ美味しいじゃないですか、美味しい、美味しかったねって言って車を乗って、そしたらでね、俺の息ハーハーしていい、どういう意味、俺の息を変えてと言われて、うわーって思って、うわなんかハーハーし合おうよ、うわぁ、うわぁ、もう会うのやめた、いや、やめたほうがいい、でもイケメンだったんでしょ、イケメンだったけど、さすがにあの一撃はでっかい、なるほどね、お互いの口の中、そのニンニク具合を確かめようよみたいなことだったの、そう、引いちゃって、そんな2年目付き合って2年目くらいだったな、いい感じになったら、決めたんですよ、もうほぼ付き合ってるんじゃないかみたいな、もう言葉で付き合ってるっていう形はないけど、お互い告白待ちみたいな、で、状況だったんですよ、で、ある日、髪型の話になって、私ずっとロングで、飽きたんですよ、あ、髪型ちょっと変えたいなと思ってて、どうしよう、次の髪型って言ったら、俺、ボブが好きだからっつって、で、私も思い切ってボブにしたんですよ、見てないですか、かわいい、で、1週間後に、また違う女の子、ボブに聞いてて。あら、怖いよ、で、なんであの子同じタイミングでボブになったんだろうって思って、しかもその子が全く同じクラスにいる仲良いグループの子だったんですよ、まあ、たまたまタイミング被ったんだろうなって思ったら、付き合ってました、うわぁ、マジ鳥肌、そう、マジ、どういうこと、マジ、同じ同時進行で言ってたの、そう、でもそっちも裏で電話してて、え、なるほどね、だから最終審査がボブ似合う子だった、似合うなかった、言わないであげてよ、最低、お前ボブ似合うか、やめろよ、やめて、やめなさい、あいつ最低だろ、最低にき、あいつ最低にき、赤にき、そっからそのさ、男の子と どういうさ関係になったの、確かに、いや、私もやっぱり結構未練タラタラの方だったんで、まあ、連絡はやっぱ取っちゃうんですよ、諦めなかった、諦めなかったけど、うん、やっぱもうその女の子側がインスタのストーリーでめっちゃもうラブラブな載せるんですよ、うわーメンタル来ちゃって、さすがに無理だと思ってブロック、わなるほどね、でそのもう一人の女の子の方はその事実知らないの、確かに、本当だ、知ってる、知ってて私のその人取ったんですよ、うわじゃあその女の子もちょっとヤバいよね、ネキやばいパターン、ネキネキ両方やばい、やばい、なんか良かったじゃん、いかなって、ね、確かに友情の男の男子に同時にできて、いいこと言うて、断捨離だ、断捨離だ、めっちゃ良かった、すごいね、何ネキとネキ違うの、これはだから、ボブ最終審査落ちにして、だとしたらお前さ、なんでいたずらに傷つけんだよ、悪いやつの方に名前つけろよ、何本物さん、ガワオさん見てたもん、おいおい、仕切り直しましょう、いや、だめ
声が出てる。もう結構もう2アウトぐらい今なってる。結構ちょっとここまで来たらここで刺しちゃおう。いや早い早い、まだワンエピソード目だから。この番組ではあなたの周りの個性的な男女ニキとネキの体験談を募集中です。コメント欄やメールにて受け付けております。あなたのエピソードがショートドラマになるかも、どしどしご応募ください。チャンネル登録、感想、コメントもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。ニキネキ。